ただいまじゃんくん。よいしょ。じゃあ二人ともケージスタートにしよっか。はい、ちゃこちゃん到着いたしました。お疲れ様でした。もう目しょぼしょぼしてるね。赤くなってる感じはなくなったかな。あの時だけ擦れたとか、ね、左目のね、うん、ちょっとだけ多分大丈夫そう。あ、しおんくんが早く出てない。ご飯茶碗をもらったら、うん、はい、はい、しおんくん開けるよ。見てみよう、見てみよう。はいはい、うん、なんかさなぎから出る虫みたいになってるよ。はいはい、はいはい、ちゃんとちゃん帰ってきた。あんずちゃん帰ってきたよ。はいはいはい、はいはい、おかえり、おかえり、おかえり、ちゃんくん大丈夫？行く？いや、めっちゃおかえり。あれって今までは部屋でいると思うんだけど、でもまあ落ち着くでしょね。ちゃんちゃんくん、まずちゃん息子帰ってきましたよ。ちゃこちゃん、ちゃこちゃん、ちゃこちゃん、いいかね、お家でしょね。うん、そうなの。うんなの。うんなにゃ。じゃあ、お家だってこと確認してね。うんにゃ。チョコちゃん。久しぶりに兄弟に会ったけどどうでした？甘えん坊さんだったね。チャコちゃんにぴったりきっついてたね。アビちゃん、アビちゃん、アビちゃんさ、チャコちゃんにいっぱいさくっついてたね。できるよ。はい、じゃあね、頑張ってね。お家だってこと気がついてね。はい、しゃ。大人用も少し混ぜてます。シャーって言いましたけど。まだ逃げるのね。はい、どうぞ。カリカリ。初日に戻った。はい、どうぞ。はい、今日はお疲れ様でした。お疲れ様。美味しいのいっぱい食べてください。ね、で、慣れてね、慣れてねっていうか。賞金に戻ってね。ここはお家よ。チョコちゃんお家ですからね。シオンくん、シオンくんはだいぶよいしょ、ショックは開けているのにもう普通になってるね、うん、だってシオンくんとラブくんはそう帰ってきたら大丈夫。子達だって。はい、どうする？じゃあ、あんずちゃん、あんずちゃんご飯、じゃあシオンくん下呼ぼうか、はい。いつもさ、カリカリそういうのがなかったんだけど、はい、食べたいじゃん、ご飯だよ。じゃあ、ちょっとお茶の方に先にカリカリお茶を、うん、いつもはカリカリなしで、あずちゃん、あずちゃんが怖がってんのかな、ね、なんか空気があいつもと違うなって。あ、いいで、あずちゃん、ちょっと怖がってるか、匂い嗅ぐ？ほら、行く行く行く、3階に置く、3階に置く、じゃあ、カリカリここに置いとくね。はい、どうぞ。Yeah.
すみちゃんここね、どうぞ。はい、ゆっくり食べてください。はい、はい、はい、はい。ジャコちゃんもう清いさ、お出かけしたこと忘れてるのかな。はい。出たくてしょうがなくなっています。あの人散々熟睡していたんでしょ。爆睡しとったよ。爆睡、爆睡しててね、11時になったらね、ん、何、なんか動いちゃった。はい、はい、はい、ちゃこちゃん、今日はお疲れ様でした。あなたはトライアルが決定しました。パチ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 、そうだろうと思いましたよ。あなたには次々順番待ちができてですね、何組だったでしょう、5、6組だったか7、8組だったか分かりませんが、ずっとチャコちゃんが、チャコちゃんがってみんな言ってましたよ。そしてその中で良さそうな里親さんのとこに一度お試しで行きます。まあ実はお試しが一番チャコちゃん怖いんですよ。あなたの場合はですね、今日も初めての譲渡会でシャー言ってパンチ出しましたね。うーも言いましたね。なるべくそれを言わないようにですね、お願いしますよ。はい、じゃあ今日はご褒美っちゅうか、なんちゅうか、帰ってこれる君。はい、そしてなんだかんだ言って6回目の譲渡会、頑張ったのはしおんくんです。はい、よく頑張りました。また残念ながら里親さんは決まりませんが、すごい進歩したのね。今日は作戦通り、ケージに入ってすぐに、クロケンパパは、抱擁しました。抱っこしてね、抱っこっていうかケージの中に体半分入れて、ドキドキしました。そしてその後、結構落ち着いた状態に、そのせいじゃないかもしれないね、ケージに入った瞬間から比較的端っこに逃げずに真ん中のあたりにいたもんね。うん、なんとなく譲渡会に慣れてきたね。譲渡会の主になりかけています、今。さあ、もう一方、この方ですね。まだまだ譲渡会には連れていけませんが、ケージの中で一人ぼっちで今日はお留守番してましたね。外にはジャン君とポンちゃんいましたけど、多分この二人は寝てたでしょう。ということでちょっと寂しい思いをしたと思います。
はい、いいかいいか。映像には捉えられませんでしたが、ちょうどケージの1階の扉付近で、遊んでいたので背中をそーっと押したところですね、ケージの中まで入っていきました。さすがにチャコちゃんも今日は疲れているのか、もしくは、遊ぶ感覚をこうなんていうのかな、見失ったか。おかげでですね、今日は、深夜マオイママが一緒に付き合ってですね、遊ばせることはなくこのまま寝てくれるかもしれません。その前にご飯あげるからね。はい、チャコちゃんは今日は金メダルです。リコンさんでした。はい、金メダル獲得おめでとう。どこでどうする、どうする、どかして、はい、じゃあまたお手手を引く、いい子ね。じゃあカリカリはどうする、後にする、食べ終わったの置く、食べてもいいよ。ね、今これもいっぱい食べてるからね。はい、あんずちゃん、はい、いい子だね、あんずちゃん。はーい、や、しおくんが足の下を、足と足の間をはいはい、てこちゃん、お手手ちょっといいですか。ベッドの中から食べるとお手手痛くない、大丈夫、どうぞ。これから壊れちゃったね。はい、どうぞ。どうしたの？甘えてますの。甘えてますの。なんかちょっと辛かったんだよ。あれ？首輪はどこやったの？襟は。あれ？どっかに置いてきた？はい、ご飯食べな。しおくん、襟どこやってきたの、どこに置いてきたの、後で探そうね。ねえ、いくで似合ってたよ、あの襟、可愛かったよ。じゃあね、ちゃこさん、ちゃこちゃん、うん、いくでね、チューしてくれるの。で、ご飯は食べないの、しおくん。いくだね、しゅんくんね。どこ行くの？ご飯は？今日はしゅんくんがあれの日、甘えん坊の日。そうなってるね。